嘉義県は台湾南部の県。台湾語ではカギーと発音される。県政府所在地は大野田もつ市。中はカヨ市、南東部は高尾市、南部は台南市、北部はウリン県、北東部は南投げ県とそれぞれ接しており、県内を北海域線が通過している。かつては平良保族の一つであるホアニア族が居住する地域であるが、現在は 台湾原住民の数族が多く居住している。なお、カヨシ県の位置については、台湾の行政区分にある地図を参照。県内にある、カヨシ北海域線表紙県庁農業県であり、県内では、高山茶とコーヒーのほか柿、梨、グアバ、マナ卵大地、龍岩など、果実の栽培が盛んである。高級中学、高級職業学校は、 日本の高等学校に相当する。国民中学は日本の中学校に相当する。国民小学は日本の小学校に相当する。海吉空港から日本静岡県静岡空港からのチャーター便がある。台湾コ港、金門への定期便が就航している。西部感染中感染によって台湾西部の主要都市と連絡されているほか、観光鉄道として 著名な有山森林鉄道が県内を通っている。かよし BRT、中山高速航路、第二高速航路の2本の高速道路で、台湾西部の主要都市と連絡されている。かよしアジア芸術文化博物館噴気孤の廊外、良い名のりカフェ進行雨。ありがとうございます。